私の名前は鈴木リコ、やっと着いたぜアンバサダー、アドミラル、ミルクル、ラケット持てば本気出す。 My name is リコピン、 My name is リコピン、 My name is リコピン。ということで、私アパレルブランドのアドミラルさんのアンバサダーを務めさせていただくことになりました。ありがとうございます。すごいね。いや、ちょっとお話もらった時は僕もびっくりしましたけど、社員なのでっていう。そうなんですよ。なんですけど、学生時代からね、でもアドミラルさんのウェアを、はい、提供もらっていて、はい、で今回アンバサダーを務めさせていただくことになったということで、はいはい、なのでこのいうアドミラルさんのウェアをこれから着て番組に出ていくということですね。はい、はい、本当にあの学生の頃からずっと着させてもらってたんですけど、すごくウェアのデザインが私自身気に入っていて、派手なウェアが多いですよね。あ、柄物が ねしっかりしてて、もともとイギリスのブランドさんなんですよね。で、はい、男子であの島袋翔選手とかも、はい、あのアドミラルさんあのウェア着て世界ツアー回っていますが、はい、まあ、あのテニスウェアとあとゴルフウェアも結構有名で、はい、結構ショップ で僕もあのたまたまアドミラルさんのゴルフウェア、はい、僕、ね、あのゴルフウェア選ぶ時は普通にあの店を回って、はい、なんかかっこいいなって思うものを普通に買うっていうだったんで、普通に買ってもすごいかっこいいです、はい、これ今年の夏のモデルだったんですよ、はい、すごいかっこよくて、うんうん、あの思わず手に入れてしまって、まあ、ゴルフウェアもさるかな、まあ、テニスウェアもかっこよくて、なかなかアンバサダーで、だからちょっとね、あの契約書どうやって書いていいのかよくわかんなくてタレントさんの時に今こう書くみたいなのはあるんだけど、はい、なんか社員だから、社員だからどう結べばいいんだろうなみたいな形でいろいろ本と調整しましたので、まあ、でもそうちょっとね、あの個人スポンサーがつくっていうことはね、ちょっと身の引き締まる思いかなと思いますが、はいはい、このウェアもそう小柄で、ね、私あの大阪出身すごい似合ってません？そうね、似合ってませんね大阪やから小柄って感じでこれすごい気に入ってます。なんかね、収録もこの間の時来てたなんかオレンジとか、はい、ちょっとその黄色系とか、まあ、華やかなそうです、ね、あの色のウェアで、はい、まあね、コートどうしてもね、あのどん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 あの日本人の方って全体的に、まあ、あの僕日本にしか住んだことないんで日本人の方っていうのもどうかと思うんですけど、まあ、なんかどうしてもちょっとあのモノクロの方のちょっと、うん、あの落ち着いたとか、うん、暗めの色でシュッとまとめていく方多いかな。僕も気づいたら全身真っ黒になってるのが多いですけど、やっぱりねコート華やかな方がテニスしてて気持ちがいいですから、はい、ぜひアドミラルさんのウェアこれからあのたくさん着ていきますので、はい、皆さんもあのメンズもウィメンズもすごくデザインが豊富でいっぱいありますので、うん、ぜひ皆さんチェックしてみて、ぜひチェックしてください。皆さん新しいウェアでこれからも頑張っていきますので応援よろしくお願いします。